ママどうした？買うもの忘れたものあった。え、新学期準備したのに忘れちゃったの？何忘れたの？連絡帳と、うん、音楽バッグ。連絡帳と音楽バッグ。あらま、音楽バッグは忘れたとは言わないけど。音楽バッグはまあ急がないけど、うん、でもあの新しくしたいということですね。はい。ずっとね、幼稚園から使ってるトートバッグを今学校でも使ってて、それをね、あの音楽バッグにしたり、普通に荷物を入れるトートバッグとして使ったりしてたんでしょ、うん、でしほちゃんとかはちゃんと音楽バッグは音楽バッグっていうもので用意をして使ってたんだけど、そういえばりみちゃん音楽バッグ用意してなかったね。じゃあ用意しましょう。はい、バイバイ。全部動物や、全部ではなかった、うん、動物がメインなのかな。かわいい犬。この辺ね、みんななんか女子っぽいとか、いやあなたも女子だからと思って。ねえ、どんな格好しないよね。ね、どんな格好するんだろう、今は。ズボンかな。かわいい。ね、これ。交換の。あ、交換のとか。すごいね。懐かしい、交換のとか。懐かしい。ない？おかえり。ママ。と言ってもママも一緒に行きましたが。買ってきた？うん、はーい。連絡帳はさ、もう全然なかったの？あと。2行ぐらい。じゃあもう連絡帳は明日から使うじゃん、うん、で結局何買ったの？これシンプルですね。やっぱりりみちゃんなんかあんまキャラクターとかピンとくるのがないみたいで、女の子っぽいのが嫌なんだよね。なんかね、女の子なんだけどね。はい、で次トートバッグっていうか、あの音楽バッグ、まあ、音楽のファイルが入ればいいんですけど、入るかな。どんな、一応ね、いろいろ見てあんまりピンとくるバッグがなかったんだけど、最後にね300均に行ったらちょうどね、いいのがありました。うん、これチャックついてる。じゃあちょっとファイルが入るかだけでも、ちょっとしぼちゃんのお姉様のファイルを借りて入れてみようか。あ、よかった、入った。ぴったりじゃん、逆に、うん、あ、いい感じだね。よかったよかった。もうめっちゃ悩んでね。結局これいい感じの見つかりました。もうとにかくしほたりみちゃんはシンプルで、黒か紺みたいな色がいいって言っててね。ほんともうシンプルが好きで。はい、じゃあこれ姉のファイルなので。よかったね、ぴったりだったね、うん。はい、じゃあよかったです。いいのが安く買えて。はい。はい。ということでね。まあ、新学期ちょっと、まあ、買い忘れっていうわけじゃないけど、まあ、ちょっと準備に間に合わなかったもの。うん。
長と女のバッグを買っていきました。はい、それでは、バイバイ。グッバイ、しようなくしたらまし。バイバイ。もうないね、忘れ物。多分。多分。